はい、島田人生です。今回私がご紹介するのはリアルなシリーズに新たに追加になりましたジャイアントベイト専用ロット B80XH のご紹介です。このリアルなシリーズなんですが、リアルなシリーズっていうのは本当にグローバルで汎用性の高い、いわゆる魚種を選ばない多魚種に対応できる竿、そういった位置づけにあります。私自身もですね、そういった意味合いで普段使っております。ただ今回この新たに加わった B80XH に関しましては、もう完全にジャイアントベイト専用というところを謳って、非常にですね、狭いピンスポットに照準を当てた竿作りになっております。リアルなシリーズというのは全体的にレギュラーファーストテーパー、そういった竿作りになっているんですが、今回ですね、このジャイアントベイト専用の B80XH に関しましてはレギュラーテーパーを採用しております。レギュラーテーパーにすると何がいいかというと、どうしてもですね、 200g に迫るようなルアーを投げると体にも竿にも非常に大きな負荷がかかります。つまりルアーを投げる時の、ルアーの自重を、どこに集めるかっていうのが大事なんですね。ティップ寄りにあまり負荷がかかってしまうと、例えばバックラッシュをしたりとかキャストミスをした時に、いろんなトラブルに生じてロットに何らかの負荷がかかると、やっぱり破損というリスクも関わってくると思うんですね。でもこれを防ぐために、いわゆるレギュラーファーストからレギュラーテーパーに変更することによって、負荷をこの真ん中付近に集めることができるんですね。そのことで重たいルアーを体の負担も減らして、竿に対する負担も減らして快適に投げられるっていうところが今回のミソになります。しかもですね、グリップがご覧の通りカーボンモノコックになっているということは、もちろん感度が向上するということはあるんですけども、実際にジャイアントベイトで感度は必要ありません。じゃあ何がこのカーボンモノコックの恩恵があるかというと、取り回しの良さなんですね。重たいものを振り切るときに負荷ってどうしても前側にかかるんですが、このグリップをしっかり握ることによって回転がスムーズにいきます。手元が軽いですからね、回転がスムーズにいきますので、投げやすく、しかも操作性が高まるっていうところで、この新しいディエルノの B80XH っていうのは非常に考えられたロッド設計になっております。で、今回ですね、この B80XH なんですけども、若干こう全体的に張りをね、持たせてやる、いわゆるそのレギュラーテーパーなんですけども、やっぱり全体的に竿自体が軽くなっておりますので、この恩恵っていうのはどこに起きるかっていうと、ルアーのアクションなんですね。200g 投げれる竿ってどうしてもガッチガチの曲がらない竿っていうイメージ、おそらくほとんどそういう多分設計になっていると思うんですけど、それをやるとですね、ルアーを動かした時のルアーのアクションが手元に伝わらないんですね。自分が今操っているルアーがどういう動きをしているかっていうのが手元に伝わらないと、今自分が何をやっているのか、どういうアクションを出しているかっていうのが分かりづらいと思うんですが、この B80XH に関しましてはそういうバランスを非常に重視しておりますので、投げやすく、操作性が良く、かつルアーのアクションを手元に感じることができる、そういった作りがこの B80XH に備わっています。ではですね、この B80 の XH、 この竿をなぜ作ったのか、その根本の話に入りたいと思います。大事なことはルアーです。今回ですね、この B80 の XH にふさわしいルアーを作ってみました。それがこちら、アーマージョイント 280F フラッシュブースト。全長がですね、280mm で重さが 135g あります。皆さん、アーマージョイントシリーズってこうイメージパッと思い浮かべると、まず飛距離、そして飛距離プラスアキュラシーっていうところが、皆さんイメージされると思います。加えてこのプチロックっていうね、針がロックされるっていうことで、いわゆる背中に針が回ったりとか、ラインを拾ったりとかっていうトラブルがすごく少ないという、このトラブルレス性能も皆さん思い浮かぶものだと思います。それがこのアーマージョイントシリーズなんですけども、キャストした時にね、こうやって折りたたまる、このままこう飛んでいくっていうね、これルアーの初速が高まった時、投げる時に初速が入った時にこういう角度になりますので、初速を高めたキャストをした時に飛距離が抜群に出るっていう、それがこのアーマーブーストになります。で、今回これ280mm、作らせてもらったんですが、もともとあるのがね、この 190mm なので、サイズ感見ていくと全然違いますよね。すごい、これがビッグベイトとジャイアントベイトの差だと思います。これなんかすごくちっちゃく見えますけども、190mm もあるんですよ。はい、
非常に大きないわゆるビッグベイトって言われるサイズなんですが、まあアーマージョイント280とこんだけの差があると、まあ、あの長さとか重さっていう前にですね、もうルアーとしての存在感がもう全然違います。でパターン的にはまあこの白パターンも含めて、まあ大型のベイトを捕食しているターゲットを狙うっていうのがまず一つ大前提になります。まあそのアピール力っていうのはまあサイズ的に見ても本当に強くて、ルアーをアクションした時にですね、190ミリのものが動くのと280ミリが動くのと水の押し方が全然違うんですね。この強い水押しが、広範囲に散らばっている、ターゲットにハイアピールするっていう点なんですね。これがいわゆる大きなルアーでしか釣れない魚がいるっていうところの根本になります。同時にこの着水音っていうのも大事で、あのルアーって大きければ大きいほど刺さるように水面にドボンと落ちちゃうとですね、逆に魚散らしちゃうんですよ。基本的に落ちた時に落ち方で水面にソフトに落ちるような落ち方、例えばこれだと280ミリもあるのにこの状態で落ちたら多分150ミリぐらいのルアーが落ちていくような、そういう着水音になると思うんですよね。なので比較的小さな着水音も出すこともできるし、仮にこのまま行ったところでもですね、これが水平にポンと落ちてくれればポンっていう水を押すような着水音になるので、逆にそれは広範囲に散らばったフィッシュイーターを誘うための音にもつながります。でこのアーマーブーストの性能のおかげで、なんと280ミリ135グラムのルアーが平均飛距離50メーターオーバーです。まあ他のねジャイアントベイトと比較したことはありませんけども、このサイズのしかもジョイント系のルアーが50メーター飛ぶっていうのは正直異次元ですね。まあ飛距離が全てではないと思います。ただ飛距離が出れば出るほど当然、届かない魚にもアピールできますので、そこはあの他のルアーと比べても優位な点だと言えます。で今回ですね、このアーマージョイントの 280F フラッシュブースト、ブラックバス用のルアーと若干変更点がございます。それがこのスタビライザーフィンになります。なぜこれを採用したかっていうと、いくつか実は考え方があります。まずですね、一番の理由は我々、いわゆるシーバス系のソルトのアングラーっていうのは使用するラインは P ラインです。おそらくブラックバスでジャイアントベイト投げてる方はナイロンもしくはフロロだと思うんですね。でも我々がフロロのとかナイロンを使ってシーバスをやること、ジャイアントベイト、ビッグベイト投げることはほぼないです。つまり使う意図が全然違うっていうのが大前提になるんですね。 P ラインを使うとまず何が起きるかっていうと、ルアーに対するレスポンスが向上する。当然伸びないのですから、自分が100の出力で出した力を100そのままルアーに伝えることがほぼ可能なんですね。ただそれをやってしまうと何が起きるかっていうと、ルアー自体が前へ前へ行こうとする力がより伝わってしまうということなんです。ジョイントのルアーの大事なことっていうのは、1回のアクションの移動距離が短いっていうことなんですね。要はヘッドがターンしていくことによって、1回のアクションでストレートのルアーだったら50センチ動くのが、ジョイントだと10センチ20センチしか動かない。これが最大の利点なんです。ジョイントにする意味なんですね。でもこれをね、 P ラインでやってしまうとどうしても前に前に行く力が強いので、10センチ20センチしか動かしたくないのに30センチ40センチ動いてしまうんです。これでもシーバスは釣れます。なぜならシーバスがこの手のルアーを襲うときには、いわゆるリアクションではなくて餌と思って食べに来るので、それでも釣れるんです。ただ動きを抑えれば抑えるほど、移動距離を抑えれば抑えるほど釣れるチャンスっていうのが大いに広がるんですね。そこで P ライン専用にこのアクションの幅を狭く狭くするために、このスタビライザーフィンを採用したわけです。加えて、どうしてもですね、この手のルアーを使うときっていうのは大型の餌です。大型の餌を捕食するのに、シーバスもしくは青物なんかもそうなんですが、やっぱり口を開けて近づいてくるんですよね。その時にこのルアーが早く動いてしまうとなかなか食わないんですよ。なので動かして止める、その時に流れていくアクションが出なきゃダメです。動いてたものがピタッと止まってしまうと、これはもう餌ではなくなります。多分食う瞬間に見切ります。でもこれが止めた瞬間にスッって動く、
これで食うか食わないかの刹那、一瞬のタイミングで決めるんです。これがないルアーとこれがあるルアーは全然違います。なのでこのルアーを作るときにはそういったところを非常に重視して作ったので、とにかくデッドスローとか、あとはテーブルターン、ベイトリールのハンドルをデジ巻きで動かすだけでルアーが本当に移動距離が短くテーブルターンしながら誘ってこれるっていう、ここをすごく重視して今回作ってあります。ここが、バンタムのアーマージョイント 280SF フラッシュブーストとの大きな違いになります。このテーブルターンの短い移動距離っていうのが、デイゲームで大型のベイトを捕食するシーバスやアームにとっていかに効果的だっていうのは、実際に皆さんこれを手に取って現場で使ってみてたら分かると思います。実際もこれテスト段階から、アクションをね細かく煮詰めて、もっとこうしてくれああしてくれで、大事なことはウェイトチューンで、なるべくですね発売時にウェイトチューンなしでも使いたいというのが自分の中にあったので、ギリギリのところを攻めました。ただ100点満点のルアーを出してしまうとその後にいじる楽しみがねどうしてもなくなってしまうので大丈夫です。95点で止めております。なので、現場でウェイトをちょっと張りながらですね、波気の高さとか、風向きとか、食べてるベイトの量とか、サイズとかそういったものを考えながら注意していただくといいかと思います。実際私がこれをテストで動画撮ったのは東京湾のポートシーバスなんですが、ちょうどねシーズンが入ったばかりでこの城はほとんどいません。でイルベイトはいわゆるこの城のちっちゃいサイズ、西日本でいうとサッパっていうんですけど、そのサッパサイズのちっちゃいこの城がたくさんいる状態でした。なのでジャイアントベイトの反応はすごく悪いタイミングなんですね。それでも、ご覧の通りの超過が、得られたっていうのは一つキーワードがあるんですね。それは表層系でなるべくデジ巻き、もしくは表層付近からちょっと入ったところを止めて止めて止めてのこの揺らぎのアクションが出るか出ないかっていうところをしっかりとアクションを煮詰めて使ったってことなんですね。このいう大きなサイズっていうのはリアクションで食ってるようなイメージがおそらく持たれるかと思うんですが、シーバスに関してはリアクションではないと思います。完全に餌だと思って食いに来るので、食う瞬間に結構見切るんですね。それを見切らさないために大事なことっていうのは一瞬の加速度のスピードを上げてルアーを止める、止めた時の流れる動き、これを出すっていうこと、もしくは完全にベイトが浮いてる状態だとデジ巻き、リールのハンドルだけでこうやって動いていく、この2つをローテーションしながら組み合わせていくことによってその時その時の状況に合わせて魚を釣っていくっていうことなんですね。まあ、実際今回東京湾で釣れたパターンっていうのは、ベイトが小さかったっていうこともあったので、表層から一瞬早く動かして止める、でこの流れる動かす止める流れる、この流れる瞬間にゴンって空間ですね。まさにイメージ通りにこのルアーを動かしてイメージ通りに魚に口を使わせたっていうのが、この動画になります。今回ねご紹介したこのディアルーナの B80XH、 そしてこのアーマージョイントの 280F フラッシュブースト、この2つの組み合わせで新しい境地にですね皆さんぜひ入っていただいて、ジャイアントベイトでシーバスが釣ってみたいんだけどちょっと道具もなかなかないしルアーもなかなか手に入らないしっていう方にこの2つをご用意しました。これでさらにシーバスフィッシングが身近になったと思います。ぜひですね、チャレンジするという意味でこのタックルを使ってぜひ皆さんもシーバスを仕留めてください。